結構前に動画で見たんですけど、ひろゆきさんが、奨学金っていうのは、もうただの学生ローン、借金だから、名前変えた方がいいよね、みたいな話言ってたんですけど、まあ、ちょっとまあそれで批判的なコメントも何件かありました。でそれ思うんですけど、奨学金借りるのって、奨学金って別に悪い制度じゃないと思うんですよ。お金ない人がお金借りてても学校に低金利でお金借りれて、そのお金で学校に通えるってすごいいいことやん。で、卒業してからその返済に追われるっていうのは、お前が悪いわ、それは。どう考えてもお前が悪い。奨学金借りてまで勉強したいっていう気持ちで大学行って、専門行って。結局ね、返済がもうきつくなるような手取りしかもらえてない。特に仕事に継いでしまうとお前が悪い。自己責任。うん。ようおんねん。奨学金がな、文句垂れとるやつ。お前が悪いやろ。なあ、めちゃくちゃええ制度やん。お金ない人間が、な、お金借りれて。超、もう、なんで、もう審査とかガバガバやわ、あんなん。お金借りれて。で、お前は在学中何してたん？勉強してたんちゃうの？遊んでたんちゃうん？どうせ。なあ、授業飛んだり。俺も大学在学中ね、おったんすよ、そういうやつ。奨学金借りてるくせに、授業全然出えへん。あげくのあてには、その教授に対して、もう土下座に近いことまでして、単位ください。なんか留年したら奨学金止まるらしいねやん。それゆえに、教授に対して、お願いします、みたいな。頭下げてるやつ。バカか！てめえの責任だろうが。なあ。それで単位もらえないと俺もくれよ、じゃあ。その人一人に、じゃあ甘やかして一単位あげんにやったら俺にくれよ、なあ。だったら俺も卒業できたわ、ボケ。まあ、そんな感じでね、甘ったれんな、お前ら。うん。俺もね、言うて甘ったれてました。甘ったれた結果、大学中退しました。でもね、その大学であった出来事っていうのは俺ほんま限られないもんやし、部活の、出会ったみんなとかも、な。俺今でも、連絡取るやつは取ってるし、そこでできた関係性とかいろんな学べたものとかすごいあんねん。でな、そのことって金では買えへんのよ。学校で学んだことっていうのは金では買えへんの。それでいちいち卒業してから文句垂れとるやつ、お前が悪いやん。バカなだけやろ。だったら踏み倒せや。自己破産しろや。その覚悟ないのに借りるな、最初から。ていうかお前、親も親でお前金稼げ、子供のために。学費ぐらい稼いだれや。ああ。お前もバイトしろ。ガキも。てめえの人生やろうが。てめえで帰ろう。